今日はトヨタプリウス PHV の5段階評価していきます。ご機嫌うるわしゅう、アンデルです。トヨタプリウス PHV のテーマですが、先代ではプリウスというものがありながら PHV というある意味グレードとして用意していましたが、 PHV になると値段が飛躍的に上がるのにもかかわらず、先代ではプリウスと PHV の差があまりなかったということで、今回は見た目から変化を持たせています。ですのでプリウスのテーマは進化であったりというところがテーマなんですが、 PHV になると変化というところがテーマになってきています。開発コンセプトの中で掲げているテーマとしては先進性、安全性およびハイブリッドらしさというところがテーマになっています。ですから見ていくところは先進性、ハイブリッドらしさというところで、走行感覚であったり運転感覚がハイブリッドらしいかどうか、運転感覚がいいかどうかというところと、安全性というところで、やはりですね、カメラをつけたら安全性という担保ではなく、実際運転していて安全かどうか、事故を起こさない車になっているかどうかというところで、シャーバ感覚であったりレイアウトであったりっていったところを重要視して見ていきます。3つグレードが大きく分けてあります。上中下と簡単に言うとあります。その中の一番下のベーシックグレードに S というモデルがあります。 S の中にも S、 そして S セーフティパッケージ、そしてナビパッケージというような段階になっており、この車両は S のナビパッケージというグレードになります。ナビがついて安全装備がついたモデルになっています。価格は380万円です。エクステリアとしてはもうプリウスの PHV も同様に、燃費のために空力を積極的に取り入れたデザインになっています。そして PHV で違うところとしては、プリウスの上位互換として高級感のあるようなデザインといったところを組み込んでいております。ヘッドライトを薄型、しかも4眼の LED のヘッドライトにすることによって、先進性およびプリウスと比べて上位互換で美しいデザインだよというようなデザインをしておりますし、また大型のグリルを採用しています。こちらアクリルにしています。ですので先端の方に軽いアクリルを大型に配置することによって、燃費において非常に有利な状況を作り出せるような、いわゆるオーバーハングの外側に軽いものをして燃費に貢献できるような工夫をしています。そして根本的には車高を抑え、ルーフを低く抑えています。そして A ピラーをかなり寝かせることによって空力もいいようにしておりますし、正面から見た時に台形にして前面の空気が当たる面積を抑えています。ボンネットも非常に低く抑えており、先端に行けば行くほど下がっていく、これは正面から当たってきた時の空気の流れが非常にいいようになっています。ただですね、この作り方を作ってしまうと、まずボンネットの先が全くわからない。なぜなら前に行けば行くほど下がっていってしまうからです。またですね、ルーフを低く抑えると中の居住性が狭くなってしまい、 A ピラーを寝かせれば寝かせるほど死角が増えてしまったり、またフロントから見た時に台形にしているので、それによって圧迫感および A ピラーの存在感というのがより増してくるので、視覚の面であったりっていったところがかなり阻害されてきてしまいます。またこのオーバーハングも非常にフロント側出しています。これによって空気抵抗の面ではいい方向には働くんですが、車両感覚であったりってところは悪い方向に働くので、ここは一長一短かなという印象があります。今回は燃費に対してと、そして安全性に対してっていう2方面から評価をしなくちゃいけない部分ですので、ここの足し算引き算といったところは私の独断と偏見になりますので、ぜひ見てもらえたらなというふうに思います。サイドもですね、空力に対して積極的なアプローチをするとともに、走行性がいいような工夫っていったところも垣間見るような状態になっています。走行用バッテリーを大きくしています。大きくしたバッテリーはどこに積んでるかというと、トランクの下に積んでいます。必然的にリアのオーバーハングは広がっています。これとバランスを取るためにもフロントのオーバーハングを持たせており、前後広げてしまうとただやぼったい車になってしまうので、ルーフを低く抑えながらリアにかけてがっつり下げていく、このがっつり下げていくことによって伸びやかな印象になるような工夫をしてはいます。ただこれをするとやはりですね、ルーフが低くなっていて、空力の面では非常にいいんですが、人間が乗るというところに対してはマイナスが垂れてしまうなといったところはあるかと思います。ミラーの付け根あたりには空気の流れがいいようにですね、突起もつけておりますし、リアにかけての絞り込みも出しており、またテールランプ自体にも張り出しを設け、また横にも突起物を設けています。これによって空気の流れを非常に積極的に操っている。ただ見た時にですね、一癖二癖あるデザインになってしまっているので、空気に対して積極的にやった結果かなと思うんですが、賛否あるかなというようなデザインしております。ただ私の中で嫌だなと思うところが1点あります。このインテリアの内側が見えてしまっているという、このデザインは非常に悪いなというふうに感じます。ここのデザイン
ザインは直すべき点ですし、運転においてこちらがあるとないとでは死角が大きく増えてしまうので非常にマイナスだなというふうに感じます。それではタイヤ見ていきます。まずホイールのデザインとしてはハイブリッドらしさを感じるようなデザインをされており、これはよろしいかなと思います。中ディスクブレーキになってます。キャリパー前についております。15インチというふうになってはいるんですが、これグレードによってインチ数大きく違うので、これによって走りの乗り味および燃費が大きく変わるので、燃費を求める方はこのグレード15インチを選ばれた方がよろしいかと思います。リアも同様のデザイン、そしてディスクブレーキ、キャリパーは後ろについております。15インチというふうになってます。リアはプリウスに比べて大きくより変えた点になります。プリウスは縦型のテールランプを採用していました。ただあれを使うとどちらかといえば庶民的な印象があるので、こちら高級感を持たせたいというところでテールランプを横型に変更しています。それによって質感の高さのアピールであったり、プリウスの PHV は違うよというようなアピールもできています。私はこれ非常にいいデザインだなと思うので、こちらの方がかっこいいデザインだなというふうには感じます。またですね、このリア、これよく見ると非常に下に絞り込んでまた上に行くというこの曲線を描けています。普通の車ではリアのハッチというのはこういった曲線を描けず、なぜならリアのガラスまでも曲線を描かなければいけないからです。またこのリアのガラスの曲線を描いてしまうと後方視界が歪んでしまうので、基本的には製造コスト的にかかるのはもちろんなんですが、視野としても嫌なのでやらないんですが、こちらはその差別化も兼ね、また空力にも非常に変わってきていい傾向に行くので、この積極的な作りは素晴らしいですし、このハッチ自体もですね、実はドライカーボンを使っています。高いところにある重量物を軽くすることで全く感性が変わってきます。なので走行に対して非常にいい方向に行くので、このハッチの軽量化積極的にやっているというところは燃費に対して良いですし、中央にボディと同色のものが使われることによってここでも死角が生まれるので、正直言って安全性に対しては悪いですが、燃費に対して積極的に取り組んでいるたところで、プラスマイナスゼロかなというようなハッチの作りになっています。そしてフロントとバランスが取れるようにですね、縦型のランプも下方に配置しておりますし、下も黒いバンパーを配置することによってプリウスらしさ、そして PHV としての個性といったところも上手にはできてるかなというような印象があります。インテリアとしては人間を中心にして作ったというように言っていますので、そういったところを重視して見ています。まず全体的な質感です。はっきり言って上部ハードプラだらけですね。全然質感高く見えないですし、ドア側も同様に同じように質感の低いハードプラが使われています。またメッキも使ってはいるんですが、質感はあまり高く見えないようなメッキが多く採用されている印象があり、またステアリング下とナビの周りに非常にピアノブラックを多く使われていて、指紋と小傷が非常に目立っているので、組み合わせが悪いなと、特に触れる部分に使っているのでそこは残念だなという印象があります。アームレストに使われているファブリックの素材が非常に質感低いです。会議室等で使われるような安っぽいこう材質のような質感になっているので、ここも残念かなというような印象があり、一番残念なところはこのシート座った感触です。シートがですね、非常に中のスポンジが柔らかくできていて、腰回りお尻回りに全くクッション性がありません。なので座っているとお尻と腰回りがものすごく入るので、短い距離でも腰痛が出るような非常に悪いシートになっています。それにもかかわらず膝裏だけにはしっかりとサポートがあって良いのかなと思いきや、膝裏が起こされるイメージになってペダルに対してのアクセスが悪くなっている、なので踏みづらくなっているシートなので、このスポンジのクッションの入れる場所が悪いなという印象があります。それでは照明見ていきます。まず中央はオフ、ドア連動オンというふうになって3パターンになっています。一般的なものになっています。で、左右が個別につくものになっております。ついた感じの雰囲気とか質感はあまり高くは見えないです。その上には SOS ボタンが用意されております。その前にはサングラスホルダー用意されています。開けるとかなり小さくてですね、私のサングラスが入らないですね。非常に質感低い音がします。ここも残念かなというふうにしております。ルームミラーはですね、あまり大きくなく、ただベゼルがそんなにないので普通なんですね。後視鏡見た時にですね、やはりハッチのガラスが歪んでいるので、少し視認性はやはり悪いなというような印象はありますね。次でサンバイザー見ています。開けると照明プラス鏡というようになってます。助手席側も同様に照明プラス鏡というようになってます。窓側の送風口は操作した感じはかなり質感低く感じますね。
あまり自由度はなく上下を変えたとしてもあまり風の向きが変わる印象がありません。で一番右にすると閉じますが漏れ出してくるようなものになっています。千代川は縦型になってはいるんですがルーバーが非常に少なくてですね、左右に変えてもどちらにせよ運転手に風が直接かかるようなルーバーになっています。上下はそこそこ変わりますし、一番下にすると前編になります。やはり漏れ出してくるようなものになっております。ステアリングは非常に質感は高いですね。ここは触った感じ非常に素晴らしいなというふうに感じます。でボタンはですね、音量調整等は質感は高くないです。見た目通りですね。次クラクションを見ていきます。はい、一般的な乗車と同じようなクラクションになっております。ウインカーレバーがですね、質感は悪いです。入れた心地が良くないですね。ワイパーレバーも同様にあまり良くない質感のものが使われております。こういった共有パーツっていうのは一般的にはコストをかけられるところなので質感いい傾向があるんですが、あまり良くないなというような印象があります。続いてスタイリング調整見ていきます。上下が3センチ弱変わります。前後が2センチ弱変わります。続いてメーター見てます。センターメーターになっていて土正面に向いております。表現するならばどういう感じに見えづらいかというと、リビングに置いてあるテレビを斜めから見ている気分になります。なのでできるだけセンターメーターでも正面に向いて欲しかったですし、これだとパッて見た時の情報が目に入りづらい、脳に入りにくいっていう印象が強いのでちょっと残念だなというふうに感じます。まあ、プリウスらしいといえばらしいんですが、やはり安全面に関してはこういったところは人間中心というレイアウトであるので残念で減点したいなというふうに感じます。一番右側にはスピード計になっていて、その隣側にはバッテリーの残量、上には燃料計という風になっております。下にはオドメーターになっていて、その隣にはエアコン等の情報が表示されるインフォメーションディスプレイになっております。その左側にギアのポジション、そして左には時計であったり車の情報自体がランプで表示されるような配置になっております。まあ、ここは見やすいかと言われると普通ですね。ただもう少し先進性であったり今のハイブリッドらしさっていうところがデザインでは劣ってるのかなという印象はあります。で続いて運転席周りのスイッチ類見てみます。まずエンジンのスタートスイッチが用意されております。これは右側に用意されていて、どことも干渉せず配置されているのは素晴らしいなというふうに思うんですが、押すたんびですね、ここの取り付けが悪くてですね、非常に歪むんですね。なのでここの質感は非常に低いなというふうに感じます。でその右側には走行にかかるスイッチが集まっております。そしてその下には急行のボタンが用意されております。そしてその下にはボンネットのレバーが用意されております。そしてこの左側には ETC が用意されております。まずドア側ですね、非常に複雑な形状になっております。特に窓のベルトラインが下に行ってるにもかかわらず、内装が上に行ってダッシュボードとの面合わせを良くしているんですが、これによって死角がここで非常に増えているので見づらいなというふうに感じます。車番も分かりづらくなっています。ドアレバーはですね、場所は悪くはないんですが奥行きがなくてちょっと手の入れにくさは感じるような印象があります。もう少し上に開口部設けても良かったのかなというふうに感じます。またこう斜めになっていて引きにくさを感じてしまうような印象があります。ドアグリップは逆に想像より深いので、まあ握りやすいなという印象あるんですが、深すぎて逆に掃除等がしにくいかなという印象もあります。アームレストに当たる部分はソフトパッドのような素材を使われているんですが、質感は低く感じるようなものになっています。その前にはウィンドウのスイッチが用意されております。全部自動になっていて使い勝手は良いですね。でその前にはミラーの調整のスイッチがあります。見た目通りの質感になっています。そして周りはピアノブラックに囲われていて、指紋とおよび傷が目立っている印象があります。続いて先端コンソールまで見ています。これはナビは S ナビパッケージというグレードなので、縦型の大きなモニターが使われております。この縦型の方が、地図が縦型の方がいいということで合理的だということで採用されております。ここの使い勝手は良いかなというふうに思うんですが、左右の温度の変更であったり音量の変更であったりってところがピアノブラック調で触った感覚がなく押せるというものなので、もう少し物理ボタンしてほしかったなというふうに感じます。またピアノブラックで非常に指紋等が目立っていて残念ですね。右側のボリュームの上にはハザードスイッチがあります。押した感じは質感は普通ですね。続いてその下はシフトが用意されております。ただこのシフト電子シフトになっていて、こう操作すると元の位置に戻ってしまって非常に危険だなと。これだけ乗ってる方であれば、まあ D レンジであれば右下だよ、R レンジであれば右上だよという風になるんですが、例えば慣れをあまり慣れない方ですと D レンジが右下っていう覚え方を忘れてしまって、前に行きたいから右前、後ろに下がりたいから右下
っていうような前後ろで覚えてしまうと、これ例えばバックの間違いだったり発進の間違いだったりってしまうので、昔ながらのゲート式にしてほしいなというふうに感じます。これによってアクセルの踏み間違いの原因であったり根本的な操作ミスってところにもつながるので残念かなというふうに思います。ただ実際はブレーキを踏んだ状態で D レンジに入れなくてはいけないので、そういった操作ミスをなくすような制御にはしているんですが、ただこの操作っていうのは分かりづらいなと思います。私の知り合いでもこの操作ミスをしてヒヤッとしたという知り合いも若い本当に 2,30 代の子なんですがいるので、今回テーマはどうかは別にしてこれは直すべき点なので、ここは少し減点を入れさせていただきたいなと思います。続いてこの左にはビューボタンがあります。押すとカメラが表示されて見えないところのスポットの表示をされます。続いてその左からドライブモードの変更があります。ノーマル、パワー、エコーというハイブリッドの制御が変わるような操作があります。それでこの左側には EV モードの切り替えスイッチがあります。押すと EV かハイブリッドかっていう風になります。まあエンジンを使う使わないという選択モードになります。そしてこれを長押しするとチャージモードになります。チャージモードは何かというとエンジンを今度は積極的に回すようなモードになります。これを積極的に回すと、逆に言うとエンジンを積極的に回すのでハイブリッドのバッテリーを傷めないというような風になるので、まあこの使い勝手の操作のモードの種類というのはいいかなという風に感じます。それでは収納を見てみます。まずドア側からドリンクホルダー1つ、そして小物が1つ入ります。シフトの下には小物が1つ置けるかなと、スマホ置きになりますね。でその後ろ小物を置けるような置き場になっております。その後ろにドリンクホルダー2つ用意されております。その後ろにはシガーソケットおよび USB 等が用意されております。アームレスト下には小物置き、そしてまあ、サングラス等を置けるような結構大きい広々した空間があります。拳でいうと前後3つ、奥行きも3つぐらいありますね。広々ですね。ただこのアームレスト根本的に位置が高くてですね、アームレストとして使いづらいなと思う点と、非常にですねこれ触っただけでこちらのセンターコンソール周りが非常に揺れるのは立て付け悪いなと、質感低いなというふうに感じます。そして助手席前グローボックスがあります。開けると厚い車検証で2つぐらい入ります。そして助手席側のドア側も運転席同様にドリンクホルダー1つ、小物が1つ入ります。それでは助手席見ていきます。まずシート座った感触としてはやはりお尻回り腰回りが柔らかくてですね、腰が入っていく印象があります。腰痛は出るなという印象があります。ルーフの距離が近いのでシートの着座位置を抑えたんだと思うんですが、それによって床面と座面の差が少なくなってしまっているので膝裏が空いてしまって座ってて疲れるなという印象もあります。またフロアもですね前下がりになっていて足首が開くので普通に平たいところに足を置いて結構足が疲れる印象があります。これであれば前に出してビッグスクーター座りをした方がまだマシかなというふうには感じます。ただこの左右に足を置いた時も先端コンソール周りのこのセンタートンネルが非常に大きく張り出しているので少しだけ足の置き場は制約されるなという印象があるのと、ルーフが異常に近いのとダッシュボードが張り出しているので思ったよりも圧迫感感じるようなインテリアになっているので、意外と助手席も休まらないなというような印象があり、まるでスポーツカーに座ってたかなと思うような雰囲気作りになっています。それでは後席見ていきます。まず空間から申し上げます。運転席は173センチを私に合わせて調整しております。助手席は快適な位置で調整しております。それでは頭上空間から見ていきます。拳は入らないですね。平手が1個ぴったり入ります。膝前が1個2個3個、拳3つ入ります。膝前はまあ十分かなと思うんですが、やはり頭上空間はルーフがかなり低いのでギリギリだなという印象はありますし、圧迫感もかなり感じるようなものになっております。それではシート座った感触です、まあ、前席同様にお尻回り腰回り結構柔らかめにできていて、時間が経つと腰が入ってくるなという印象があります。あまり質感の良くないシートになっております。またシートを座っていて通常通りまっすぐ足を伸ばすと前席運転席の左足のシートレールの部分が左足と当たるので避けて座るイメージになります。なので少しキャビンやテンダント座りになるかなという印象があって、こちらの後席の配置の場所もう少し外側にできたら嬉しかったかなというふうに思います。なぜ外側にできないかというと、実はこのシートの横に吸気口があります。これ何の吸気口かというと走行用バッテリーを冷やすための吸気口なので、こちらのダクトを設けたがゆえに後席が中央寄りにグッと寄せられてそういったレイアウトになっているので、まあこの吸気口自体場所をもう少し足元であったり変える必要があるのかなと思うんですが、今度足元にするとホコリ等が今度は入るようになってしまうので高い位置にしたんだろうなというふうに思うんですが、そこのバッテリーとの兼ね合いで人間の利便性って失われてしまってるのかなというふうに感じます。アームレストは開けると高さはかなりいいですね。
唯一アームレストで使える高さになっております。まあ、ドアはですね、まあ、見た目通り結構狭いものになっております。開けると少しウィンドウが残るような動き方になります。各部装備は前席と変わらずですね、上はハードプラ、そして中央は少し柔らかいものになっていて、アームレストに当たる部分はソフトパッド風な質感の低いものが使われております。ただまあ全てオートになっているので窓の開閉は楽だなというふうには感じます。ただ質感はやはり低いなという印象があり、400万弱の車両とは思えないような内装にはなってしまっている印象はあります。センターゴースル後ろには 100V のコンセントが用意されております。ここはさすがハイブリッドだなと思います。天井にはドア連動とオンの照明のスイッチがあります。まあ、ついた感じは見た目通りですね。それでは収納最後に見ていきます。まずドア側はドリンクホルダーが1つ用意されております。そして前席後ろシートポケットが運転席助手席とも用意されております。かなり狭いので入れられるものは限られるなという印象があります。真ん中アームレストにはドリンクホルダー2つ用意されております。そして助手席側も運転席側と同様にですね、ドリンクホルダー1つ用意されております。収納力はあまりないなという印象がありますし、センターコンソール後ろにコンセントだけではなく、やはりハイブリッド車なのでもう少し USB であったりそういった電気系な装備をつけても良いんじゃないかなと思います。これではコンパクトカーとかと変わらないような装備になってしまっているので非常に残念だなというふうに感じます。それでは荷室見ています。まずレバーはど真ん中にあって、ここは分かりやすいなと思います。開けると大体の高さで、まあ、私で平手1枚ぐらいなので、まあまあ適正な高さかなというふうに感じます。パッと見た大きさとしては思ったより狭いなと思うかと思います。なぜならこちらプリウスPHV なのでより大きなバッテリーを積んでいるので、この荷室かさ上げされております。ですので荷室下収納空間はこちらだけになります。停止表示板が入るの空間しかないというふうになっております。左右も入れ歯があります。紐があって開けると、まあ、少しだけくぼみがあります。逆側も用意されており、開けるとリベキットというふうになっております。なので実質的な収納ってのはかなり少ないなというふうになっております。次に装備見てみます。まず右側から照明がありますオンオフというふうになってます。でその上にはフックが用意されております。コンビニ袋とか引っ掛けられますね。悪くないかなと思います。左側はコンビニフックは同様ですが、その前には 100V があります。そして右側にはアースが用意されております。まあ必要最低限かなと思いますし、想像通りかなというふうには感じるかと思います。はい、ということで鉱石を倒した姿がこちらになります。やはりですね、走行バッテリーが大きくしている分かさ上げされているので、2列目との段差が非常に大きくなっていて使い勝手が悪くなっているなというふうに感じます。ここがもったいないですし、かなりデメリットとして働くので残念だなというふうに感じます。それではですね、こちらを使って、まあ、評価には全く含まないですが、車中泊とお昼寝レビューをしていこうかなと思っております。どうもマイスです。今日もこのプリウス PHV で車中泊とお昼寝レビューしていきたいと思います。今の状態は後席前にバタンと倒した状態で、助手席はリクライニング前、前後幅も前となっております。やっぱり2室のバッテリーが入っている空間と2列目の背面の空間の差が相当ありますね。2列目の背面にあぐらをかいた状態にして、頭がもうしっかりついています。2列目背面の方が段差が低いという状態になっているので、助手席側を足にして寝てみますね。頭をちょうどつけて、足元は2列目の足元空間まで行ってますね。シートレールの上までにはないので、足元空間を工夫して、2列目背面の段差も工夫すればなんとか寝れるかなといった印象です。お昼寝やっていきます。まずはゼログラビティができるかどうか、足元空間の斜めの空間許容範囲です。そしてシートの腰回りがですね、まあムチッとしていて、しっかり腰が預けられますので、しっかりお昼寝できると思います。フルリクライニングは、普通といった印象ですね。なぜか腰回りがですね張ってしまって、腰が圧迫される印象がありますね。それでは総合してきた感想になります。まあ、仕様はですね、皆さん想像通り悪いです、というか最悪ですね。前方の
ボンネットからバンパーまでの先が全くわからないです。なので奥行きが全くつかめない。これは非常に難しいなというふうに感じます。またダッシュボードの形状が複雑で、しかもドアからこのダッシュボードにかけての変にチリを合わせてしまって、ここで死角が非常に増えているので車両感覚が全くつかめません。なので非常に運転しづらいものになっておりますし、後方もですね、非常に下のルーフが落ちてきたことによって C ピラーが太くなってきて後方も悪いです。で、後ろのウィンドウもかなり寝ていて湾曲していて、中央もピラーが走っているという形になっていて、前方から後方にかけて全ての視野が悪い印象が強いです。なのでこれは危ないなというふうに感じてしまいます。一応ミラーの横にも三角窓はあるんですが、それを超えるぐらいの分かりにくさ、車両感覚のつかめなさといったところで、これよりも大きい車は私もこれまでたくさん乗ってきましたが、これで裏道行きたくないなってかなり強く思うぐらいの車になっています。まあ、この車でぶつけてしまうのも仕方ないのかなと思ってしまうような車作り、視野の見た目になっております。続いて乗り心地です。非常にボディ剛性が強くできていて、そこはいいんですが、逆にそれがいい分ですね、足回りであったりホイールであったりシートであったりいったところが全て良くも悪くも見えてきてしまうので、そういったものになっております。サスペンションはですね、非常に突き上げ感が強いです。まあ柔らかいと表現していいのか難しいんですが、かなりこう一回乗った男性に対してパーンと突き上げて、車体が大きく揺れ、しかもそれが収まりも悪いので、タイヤの選定というよりホイールの重さに対してボディのバランスとサスペンションの減衰量が良くないんだなという印象があります。一回乗り越えた衝撃をなかなか収まらない印象があって、こういった車なかなかあまり出会えないなというぐらいの仕上がりになっておりました。しかもタイヤもゴロゴロ走る感覚があって、非常に乗っていてロードノイズも大きく、外からの音も非常に入ってくる。なのでハイブリッドとして乗ってるのかなと、ガソリン車かなと思うぐらい音が入ってくる印象が強かったです。これも残念だなというふうに感じますし、シートも良くないので疲れる印象も強いです。ステアリングはですね、非常に軽くなっていてくるくる回せるので、そこは悪くはないんですが、まずステアリングが剛性があまりなくてですね、タイヤがどちらに向いているのかパッと分かりづらい仕上がりになっています。そして何よりもタイヤに起きている振動であって路面の状況がものすごく振動で伝わってくるんですね、ステアリングに。なので走行してきてずっとステアリングが微振動していて、手がこうステアリング触っていないので触っている感覚が残るぐらい振動疲れがするようなステアリングになっていて、これも残念だなと、なんでこういった作りにしてしまうんだろうなと思う作り込みをしていて、これだけで評価1個下げたいなと思うぐらいの仕上がりになっていました。続いて加速減速です。加速はですね、パワーモードに切り替えた時にリニアな加速で良かったんですが、そこからドンというハイブリッドらしいモーターらしい加速はあまり感じずですね、ああまあ早いなぐらいなんですが、やはり昨今の出してくるハイブリッドであったり、まあ、テスラのようなものすごいパワーのある電気自動車らしい走りっていうのを期待するとは少し違うんだろうなというような走りになっていて、ガソリン車の延長上にあるようなハイブリッドになっている印象がありました。ブレーキはですね、あまり回生ブレーキは強く入らず、どちらかといえばフットブレーキで止める印象があって、こちらはガソリンから派生したと考えれば自然かなというような印象はあります。ただレイアウトです。ブレーキをこう足をパンと出した時にギリギリブレーキを踏めるぐらいなんですね。なので力強くブレーキを踏んだ時はブレーキから足がこう外れてアクセルを踏んでいってしまうようなレイアウトになっています。これも残念ですし、またペダルレイアウトが意外と寝ているんですね。でステアリングが立っているので、こちらのレイアウトが合っていないので、無意識に体に対する疲労感が蓄積しやすいレイアウトにもなっています。またシートの膝裏がかなりクッションを設けているがためにブレーキが踏みづらくなっていて、どちらかというとこのクッションがないアクセル側の方が踏みやすいシートの形状になっています。なのでこれ踏み間違いしやすいんじゃないかなっていうような形状になっております。あとペダルついでに言うと、こちらサイドブレーキがフット式になっています。でフット式になっていて、ハイブリッドらしさを感じるような質感も感じないですし、昨今この400万弱の価格の車に対してはみんなブレーキホールドであったり電動パーキングをつけてくるので、この作りはコストというか質感が低い、あれこの車200万弱の車だっけなというような車作りになっているので、これは残念だなというふうに感じます。そしてやはり電子シフトです。電子シフトはやはり下 D で右上があるなんて入れ間違いないとおっしゃる方いるんですが、これで入れ間違えてる人たくさんいるので、これはやはりこの作り良くないので、やはりゲート式、まあ、ストレート式にしてほしいなというふうに感じますし、せめて100歩譲ってボタン式のがまだマシじゃないかなというふうに感じます。このここら辺の作り込みはなんか残念だなと思いますし、乗っていて
車に対してテーマに対して残念とか、非常に良かったっていうことは多いんですが、これはもう車に対しての残念っていうところが大きいかなというふうに感じます。トヨタプリウス PHV の評価に入ります。評価は5段階中1です。もう悪いです。まあ、こちらの1に関しては今までのテーマがどうかって言ったところをちょっと少し超越したところにあります。今回に関してはまあハイブリッドらしさ、先進性およびプリウスよりも高級感感じるようになったところもあるんですが、やはり安全性であったり、根本的には車を選んだ時に事故をしないことが一番です。またですね、車を乗って車の楽しさがなくなるような車作りっていうのを私としてやめてほしいなというふうに思います。ですからこのチャンネル、燃費の評価をしておりません。なぜ燃費の評価をしないかというと、まあ1周年記念動画でも申し上げたんですが、燃費を重視する時代に行くと燃費競争になって車の楽しさを度外視するような装備であったり車作りになっていって、車って足代わりだよねというような方が増えていってしまうので、そういった状況にもしたくないので、そういったところを褒めたくないといったところで燃費は重視しないんですが、この車は燃費のために全てを犠牲にしてしまっている車作りになっているというところを見受けられたので、大きく評価を下げました。具体的には何が良くて何が悪かったかというと、車作りとしてはプリウスと違う PHV らしさというところで内外装であったりいったところを大きく変えたのは良かったですし、走りといった点も変えたのもまあ良かったんですが、ただ悪いと思ったところが多かったです。具体的には内装の質感であったり立て付けの悪さっていったところはもちろんです。なぜなら380万円もする車両ですので、その380万円に合ったコストでなくてはなりません。なのでそこでも大きく下げました。またステアリングの乗っていた時の微振動であったり、またシートの着座位置が低いにもかかわらずペダルレイアウトが高い、ペダルレイアウトもステアリングに比べて寝ていたりといったようなレイアウトの悪さであったり、シートのクッションが腰回りお尻回りはないにもかかわらず膝裏にだけあって、ペダルに対してのアクセスが悪い、また腰痛が出やすい、また乗り心地も突き上げがあって走っていて疲れる、また乗り味もですね、重い重量物をバッテリーをリアのオーバーフングに乗せているおかげでピッチングが大きくてですね、乗っている時に非常に疲れる、また乗り上げた時のショックの収まりも悪いったところも作りも悪いなというふうに感じます。総じてこの車を乗ってしまうと非常に腰痛が出る、またペダルレイアウトが悪かったり、メーターが視認性悪かったり、シャーボもわからない、視野も狭い、電子シートの作りといったところで交通事故を起こしやすいような車作りをしているのが非常に多くてですね、これをトヨタさんが作ってしまうとこの車で至るところで交通事故が起きてしまうので、この車を乗っていて事故を起こさない工夫ってと言ったところをレイアウトから、視野から、ゼロ時安全から見直してほしいなというふうに思います。やはり車を乗っていて危険なことはもちろんあるんですが、できる限りヒューマンエラーすらもなくせるような車作り、それは自動ブレーキであったりカメラっていうのはもちろんなんですが、根本的に自動ブレーキといったこのカメラを使わなくても済むような状況っていったところを作っていただきたいので、そういったところも含めてですね、メーカーに対して強く訴えていきたいと言ったところから、今回は評価を1とさせていただきます。まあ、コメント欄を通じて、いやそんなのは人の甘えだという方もいるかと思いますし、むしろ評価をつけるレベルも達していないという方もいるかと思います。まあ、そういった意見も含めてですね、コメントで書いていただけたらなと思います。私としてはやはり楽しい、乗っていて楽しいと思えるような車作りを手助けしていきたい、応援していきたいって思いと、それと相反する疲れるようなレイアウトであったり、人を怪我させてしまう、殺めてしまうような車にならないように、それは被害者側も加害者側も悲しい思いもしますので、そういったことがないように厳しい言葉で言っていきたいというふうに思います。ですからプリウスオーナーの方、評価低くてですね、非常に憤り感じるかと思いますが、私の思いを汲んでいただけたらなというふうに思います。それでは皆さん、良いカーライフを。